さあ、では5番目から8番目の解説一緒に、していきましょうか。はい、では行きます。彼は昨日学校へ行きましたかって言ってます。はい、日本語の最後をチェック入れてもらって、行きましたかって。はい、たーがあるから過去、かーがあるから疑問文、彼はが主語。ということで、彼は行きましたかっていうふうに書いてくれればいいので、主語は he。はい、行くっていうのは原形に戻して go。はい、あとは文の先頭のところは一般動詞の過去形なので、did he go？ 彼は行きましたかっていう文になります。はい、あとは学校に行ったかどうかなので、学校へ行きました。go to 場所、go to スクールっていう形で書いてくれれば OK です。はい、あとは昨日っていう文を最後につけてあげればいいだけなので、yesterday と。はい。Did he go to school yesterday？ これで OK です。はい、じゃあそうしたら、はい、行きましたって言っているので、はいだから yes。 はい、この前の主語は he だから yes の後ろは必ず前の代名詞をしっかりと書きましょう。 he。はい、did で聞かれているので、 did で答える。 yes, he, did と。はい、これで OK。 大丈夫ですか？じゃあ次、6番目。はい、彼らは今朝朝食を食べましたかって言ってます。はい、文末チェック入れましょう。食べましたかっていう部分と、はい、たとか、過去の疑問文。彼らはって言っているので、主語は彼ら、そして食べるは eat でも have でもどちらでもいいですが、今回はどうしようかな、 eat にしてみようかな。はい、they eat。 はい、過去形にするわけだから、前に出てくる do ではなく、ここは did they eat。 これで彼らは食べましたかって。はい、何を食べたかっていうと、朝食をって言ってるので、朝ごはん、ブレックファースト。はい、あとは今朝っていう時間を最後に持ってくるんですね。はい、なので、この朝ということで、This morning と。はい、これで OK ですね。Did they eat breakfast this morning？はい、いいえ、食べませんでした。いいえって言ってるので、ノー。そして彼らはって上、they なので、ここの部分も主語を合わせてもらって、ノー、they。 はい、did で聞いてるから、did で答えましょう。ノーなので、didn't としてくれれば、ノー、they didn't。 これで OK です。慣れてきましたかね？大丈夫ですかね？はい、じゃあ次行きましょう。7番目。はい、宿題をしましたかっていう部分丸。はい、たーがあるから過去、かーがあるから疑問文。あなたはーっていうのが主語。主語動詞ね。はい、なので、あなたはは言う。宿題をするっていう時の動詞、気をつけてくださいね。ちょっと横にメモ書きでも残しておきましょうか。空いてるところでも書いといてください。これは結構よく出てきます。宿題をする。はい。これ熟語です。知らないとやっぱりできないので、覚えてください。do 誰々さんのホームワークって言います。例えば、私の宿題、do my ホームワークです。あなたの宿題、do your ホームワークです。例えば、トム君の宿題って言ったら、do トムズホームワークです。いいですか？そういうふうに、ここの何々アポストロフィー S っていうのは、誰々さんのって入るっていうふうに覚えといてください。宿題をするって言われたら、これ結構よく出てくるから何度も言うけど覚えといてくださいね。はい、じゃあそうすると、あなたはって言ってるので、主語は you です。はい、宿題をするって言った時には、今言ったように動詞は do を使って、疑問文だから過去形にして、 did you do？ これで、あなたはしましたかって。はい、宿題をって言ってるんですが、当然、
相手に聞いてるので、あなたの宿題っていうふうに付け足して考えてください。主語があなたのって言ってるから、あなたはって言ってるから、ここは Do your homework です。はい、これで宿題をしましたか。はい、最後は昨日って言ってるから、文の最後に yesterday って書いてくれれば、これで終了ということになります。Did you do your homework yesterday? はい、いいえしませんでしたって言ってるので No です。はい、あなたはって聞いてるわけだから、答える人にとっては私はです。はい、なので No、 ここの部分は I。 何でもかんでも I にする人気をつけてね。この前の主語が何かによって決まるからね。はい、あとはしませんでした、 Did で聞いてるわけだから Did で答えて No, I didn't。 これで OK です。大丈夫かな。さあラストです。はい、トムとエミは昨日テニスをしましたかって言ってます。はい、しましたかっていう部分チェックつけてもらって、はい、ターがあるから過去は、大丈夫かな、ターがあるから過去、そして、カーがあるから疑問文。はい、あとはトムとエミはって言ってるので、トムとエミ、ちょっと長いけどね、あとしましたって言って、あとは過去形にする。はい、主語はトムとエミです。トム&エミ。はい、するっていうのは今回スポーツの時なのでプレイ。はい、あとは一般動詞の過去形だから前に did ってつけてあげて、 did トム&エミプレイ。はい、あとは何をするかっていうとテニス。はい、昨日をイエスタデイ。はい、Did Tom and Amy play tennis yesterday? はい、はい、しましたっていう風に言ってるので、はいだから Yes。 ただし次気をつけてよ。はい、Tom and Amy 複数です。ということはここの主語に入ればいいのは代名詞複数だから They ですよ。はい、あとは Did で聞かれてるので Did で答えれば Yes They did という風にしてくれればいいでしょう。はい、さあちょっと長々という形になりましたが、今回の一般動詞の過去形ポイントとして疑問文の場合は did を使う、 did ね。そして否定文の場合は didn't って使う。ここのポイントを外さずにしっかりと学習してもらって、しっかりとここがね、もうマスターできた、大丈夫だっていう風になるように、練習してみてください。じゃあ、一般動詞の過去形、疑問文、否定文の解説はここで終わりにします。